よろしくお願いします。工場力屋さんです。はい、ちょっととても暑いですね。暑いですね、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、工場力屋さんに、本日はお越しいただいてどうですか、制服姿なんですけど、はい、結構学生の役とかされます？やってないですね。あ、やってないです。あ、やってないですか。はい、でも全然違和感ないですけどね、お似合いですからね。ありがとうございます。北条さんは役的には今のところはちょっと男らしい役をしていただこうかなと思ってるんですけども、はい、北条さん自身なんかこう台本読んでみてこうしてみよう、ああしてみようみたいなプランとかあったりします今のところ？そうですね、でもなんか結構元気なキャラ。うんうんうん、そうですね。だからやっぱ明るく元気に面白くやっていこうかなと思います。はい、北条さんのね、役的には多分僕稽古中にあこれ足してみて、あれ足してみてみたいな、どんどんセリフが増えていくような気がするので本当ですか？はい、元気に頑張っていただきたいと思っております。はい、楽しみです。では、出演させていってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。かっけーっす。コアのファンがつきそうです。いや、コアのファン、ハマっちゃうファン。黒幕でした？池谷さん黒幕ではない、この作品の黒幕みたいな。めっちゃいいな。はい、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。北条力也さんでした。力也さんでした。かっこよかったですね。いや、本当にね。はい、奈良崎さんはもう渋めのかっこよさに。確かにね、奈良崎さんもさっき撮ったんですけど、はい、それはそれでまた違ったかっこよさもあって、はい、北条さん、北条さんでこう爽やかイケメン、爽やかフレッシュな感じで、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。はい、リナミさん、クラブのリナミさんです。あらら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 、あー、リナミさんでーす。ありがとうございます。よろしくお願いします。リナミさんはね、ちなみにお話では、うん、結構心優しいおっとり系の役で、うん、もう、ね、まんまリナミさんです。まんまリナミさんですね。はい、もう当て書きなんですよそう、大変な役なんですよ。結構クラスメイトの中でも僕がちょっといろいろ考えながら書いた役なので、うん、こう演じてみようかなとか、ここチャレンジしてみようかなとか、そういう意気込み的なものがありましたらどうですか？まだ全然稽古始まってないからね。そうですね、まだ始まってないんですけど、うん、まあ、とにかく足を引っ張らないように頑張りたいなっていうはい、ですね、足なんてね、引っ張らないですよ、ですよ。僕が無駄な時間を作るぐらいです。本当にね、そこだけは本当に言うからグーが飛び交う現場になるので気をつけてくださいはい、じゃあ今日はスチルさせよろしくお願いします。お願いします。はい、現役 JK バリですから大丈夫ですよ。高校生がいてます。大丈夫です。うん、そうですね、結構人によって綺麗な角度っていろいろあったんだけど、うん、南さんは正面が可愛いですね。おー、正面がいい、いいですね。じゃあちょっと正面もいただいて。はい、5万、5万月のカズマさん、はい、えぐいえぐい、暗みが本当に言いますけど、南さんは自分が持ってるより、とても美しいですよ。使いやすい、バストアップも頑張りたいですね。はい、OK です。というわけで、リナミさん、チル撮影終了でございます。はい、ありがとうございます。あ、いかがでしたか？いや、すごく緊張したんですけどでもすごい楽しかったです。はい、よかったです。はい、すごくね、綺麗に撮らせていただいたので、はい、お楽しみに。楽しみに。リナミさんの役もまたリナミさんって感じなんですけどまたでもそれでも多分苦戦するところは出てくると思うので、はい、カズマさんの演出のもと、はい、いいものを作っていきましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆずきさんです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。いや、本当にめちゃめちゃ暑い中ね、普通に来てくださったんで本当に、今回ですね、ゆずきさんは、役、この制服のお話の役ではすごく元気 100% の役をやっていただくんですが、そういう役って結構されたりします？いや、初めてです。あ、本当ですか？はい、どういう役が多かったりするんですか？
とミステリアスだったりとか偉そうな役ですとかが多かったです。じゃあ今回結構その元気いっぱいの、JK っていう形でこうベーシックな役だとは思うんですけど、はい、まあ、逆に難しかったりすると思うんですけど、こう意気込みみたいな、こういう演技してみたいなとか、はい、本番ではこういう風に仕上げたいみたいな、はい、いや今まで本当の私は学生時代陰のものだったので、あ、そうなんですか。どちらかというと本当にどちらかというとじゃないですね、極端に陰の人間だったので、そうなんですね。その時に憧れていた陽の者たち、ギャルたちとか元気な子たち、明るい子たちのことを頑張って思い出して、なるべく降臨させて、はい、そうで一軍を目指してちょっとね、せっかくですからもう一度青春をやり直そうかなという気持ちでなんかすごいプレッシャーだな。もう明るいキャストさんばっかりなので、まあ、なるべく稽古の時にもね、仲良くお話ししたりとかして、はい、一軍目指します。合ってますか、これ。はい、合ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、撮影行ってみましょう。はい、行きましょう。あ、めっちゃいい。めっちゃ可愛いですよ。あ、いい。風になびく髪は諦めましょう。あ、違うんですか。部屋の中で風までおかしい。確かに。あ、一気に作品になった。さすがだ。はい。お疲れ様でした。いや、結構ね、撮ったね。撮りましたね。うん。皆さん、ほんと素敵な表情や、そう、あれをいただいて、ほんとに一人一人個性が違って、欲しいアングルが次々と出てくるから、もうほんと、ご満月でしたね。そうさ、楽しそうでしたね、ほんとさ。終始もう、ニコニコしてて、まあ僕もいろいろと高積みセレクション、高積みセレクションね、あ、もういいものができたと思うんで。岡くん、どうでした、途中からでした。あー、一人一人、まあ見たのは3人だけなんですけど、一人一人、まあ、非現実的で、こういう写真撮影っていう機会は、あ、こういう、あんまないんですか。ああ、非現実的だと思って、だからディズニーランドで行くみたいな。ああ、正解みたいな。はい、なるほど、なるほど。いや、でもいい写真いっぱい撮れたからね。撮れましたね。無事、あの、時間も最後にまだシフトがあるんで、はい、じゃあ、ラストスパート撮っちゃいます。ラストスパート撮っちゃいます。ナイス。お、なんか真っ黒っすね。おー、すごい。